トゥインクルさんとキラリーのクッキングショー。トゥイン、トゥイン。本日は材料3つ、電子レンジで簡単グミを一緒に作ってみよう。暗闇で光る。トゥイン、皆さんこんにちは。こんにちは。よし、今日はグミ作りにチャレンジするよ。グミ、おいしいよね。ねえねえキラリ、グミって電子レンジでチンするとどうなると思う？どうなっちゃうの？みんなも考えてみてね。正解は、トゥイン、溶けます。溶けちゃうんだね。これはね、グミに含まれているゼラチンに秘密があるんだよ。このゼラチン、何からできていると思う？実はあるものを煮て溶かして作られているよ。そのあるものは何でしょう？1番、わかめなどの海藻。2番、動物の骨や皮。3番、じゃがいもなどの野菜。さあ、どれかわかるかな？正解は、ディン！ 2番の骨や皮だよ。ゼラチンは動物の骨や皮を煮て作られているよ。ゼラチンは体温くらいの熱で溶けて冷やすと固まる性質を持っているよ。あとね、ゼラチンはコラーゲンと呼ばれるタンパク質がたっぷり入っているよ。そうなの？コラーゲンは私たちの骨の成分として体を支えてくれたり、お肌もきれいに保ってくれるよ。嬉しい効果たっぷりだ。よし、ディン、魔法の粉ゼラチンを使って美味しいグミを作ってみよう。材料は3つ、魔法の粉、ゼラチンとお砂糖とグミにしたいジュース。たったのこれだけだよ。まずジュースにお砂糖を加えるよ。スプーンでよくかき混ぜるよ。あとは電子レンジで加熱するよ。あとは魔法の粉、ゼラチンを加えるよ。スプーンでゼラチンが溶けるまでよく混ぜるよ。あとは型に入れて冷やし固めたら出来上がりだよ。ぶどうジュースでも作ってみるよ。栄養ドリンクのグミも作ってみるよ。あとは冷蔵庫で冷やして固めるよ。楽しみ。わーい、固まったよ。クマさんもかわいい。ディン、はい、できたよ。すごい、すごい、すごいよ。グミになったよ。一つ味見してみるよ。噛み応えもしっかりあって美味しいグミができたよ。光るかな？キラキラリン、わわわわわわ。栄養ドリンクで作ったグミが
かっているよ。なんでかな。ブラックライトや強い光を当てると光ることを蛍光というよ。栄養ドリンクには蛍光色素の一つビタミン B2 リボフラビンが入っているから光り輝いたよ。これは何かな。わわわ、きれい。納豆。そう、納豆にもビタミン B2 が含まれているから光ったよ。ビタミン B2 は私たちが食べた食べ物を消化、吸収するのをサポートしてくれる大切なビタミンだよ。みんなも身の回りの食べ物を照らしてみたり実験してみてね。ぜひみんなも魔法の粉ゼラチンを使ってお家で簡単グミ作ってみてね。バイバーイ。楽しい夏休みを過ごそうね。